い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は初めての質問コーナーやっていきたいと思います。実は私ツイッター上でだいぶ前から質問箱を設置してて、でそれで、まあ、ここ最近は自動ツイートのやつだけになったんやけど、一番最初に説明をツイートしてて、でそこで全てに答えられるわけではないんだけれども、その中から、まあ、質問箱に質問してくれた中から、私が選んで、ツイッターじゃねえわ。YouTube の動画で答えますっていう風に言ってたので、ちょっと、だいぶ時間はかかったけど、まあ、頑張って答えていきたいと思います。ってことで早速、いきます。はい、最近トモコレの歌詞を送れなくてごめんなさい。今度また送りますので待っていただけますか。これあれかな、あずささんかな。なんとなくこう私パーッと見ていきよって、この質問多分この人からよねっていう感じの質問もまあ、何個かあったりとかしたんやけど、全然っていうかね、歌詞いつも送ってくれてすごい嬉しいし、いつまででも待ちます全然送ってください。はい、あゆのさんにとって視聴者さんはどんな人ですか。視聴者さんはね、まあ、やっぱりこう私が動画を出すことによっていろいろと反応を返してくれたりとかするわけやん。コメント欄だとかなんだとかで、まあ、何の動画を上げたら視聴者さんが喜んでくれるんかなみたいなのとかはめっちゃ考える何を喜んでくれるんかはわからんけど、でも動画を出すことによって喜んでほしい人っていう感じです。はい、そして実況するゲームはどうやって決めていますか？実況するゲームは基本的に私が個人的に独断で決めることはなくって、と編集担当の弟アスムと二人で相談して決めてます。ちなみに、基本的には、まあ、話題になってるゲーム、発売されたばっかりの話題になってるゲームとか、これから、まあ、期待されているであろうゲームとか、そういうやつの中から選ぶことが多いです。あゆのさんが今までプレイしてきたゲームで一番のおすすめは何ですか？一番のおすすめ？おすすめは、何やろうな。何やろうな。でも、みんなでワイワイ遊べる系のゲームが良かったりとかするんかな、みんな。どういう系がいいとかっていうのにもよると思うけど、マリオパーティーとかは楽しかったよ楽しかったよ、ミネットさんと一緒にやったやつね。がっつりホラーゲームしてほしいです。ホラーゲーム実況の予定はありますか。がっつりホラーゲーム、私一応ね、なんていうんやろ、ホラー映画だとかホラー系の漫画だとかそういうの全然大丈夫なんやけど、でも自分で動かすってなったらだいぶ苦手でそう、ホラーゲーム実況とかなら全然見れるんやけど、そう、自分で動いて、なんか怖いところに飛び込んでいくみたいなのが無理なんよね。でも一応検討してはおる。新夜回りやったっけ？なんかそういう感じの題名のゲームがホラーゲームであるんやけど、あれはちょっとなんか、なんていうんやろ、グラフィックも可愛いし、ちょっとやりやすいんじゃないかなーと、なんか幽霊というか化け物というか、あれはちょっとグロい感じではあったけど。それが気になってます。あと、青鬼は追いかけられるのは苦手やけど、まあ、楽しんでやったかな。はい、ゲーム実況を始めたきっかけは何ですか？また実況してて一番楽しかったゲームは何ですか？そう、質問箱設置して、このゲーム実況を始めたきっかけは何ですかっていう質問が多分一番多かった。何件もあったんやけど、多分私今までに、答えたことはあると思うけど、まず、弟のアスムが、私よりも先に YouTube をやってて、もともと多分ね、一番最初の頃から見よった人は見たことあるかもしれんけど、アスムが、今のあゆなチャンネルで、プレイ動画をね、まあ、声を発することのない、本当にただ単にプレイしよるだけのゲーム動画を上げよって、で、それに声をつけたら、楽しいんじゃないかなと思って、私がその後でやり始めたっていうのがきっかけかな。でもって、もう、アスムの動画は多分削除してるのかな？非公開にしたのかな？
で、そう、同じチャンネルやけんね。私が乗っ取ったみたいな形になったけど。で、実況してて一番楽しかったゲーム。一番楽しいのは、今のところあれかな。飛び盛り？私、飛び盛りは、物作りとか、そういうのがすごい苦手な人間やけん。自分の村はまあ本当に、全く何も手がついてない状態。花だらけっていうぐらいしか取り柄がないんやけど、人の村を訪問して、あ、こういうことができるんやとか、こういう楽しみ方があるんやっていうのを見つけていくのが、なんかすごい楽しいです。はい、そして、アイノさんこんにちは。いつも動画を拝見しています。アイノさんのこと大好きで倒れそうです。ありがとう。ありがとう、かわいい。アイノさんに質問は、なんで YouTuber になったんですか？まあ、これはさっき答えたやつだね。で、今まで会ったことがある YouTuber さんは誰ですか？今まで会ったことあるのは私一人だけ。くるみん？くるみんに、去年の夏かな？なんかもうめっちゃ経ったね。1年経ったんか。約。そう、くるみんは普通に、そう、直接会って、地元が愛媛っていうのも一緒やし、会って一緒にカフェに行ったりとか、ご飯食べに行ったりとか、で、街中散歩したりとか、また会えたらいいなと思うけど。今年はコラボ動画は誰としたいと考えてますか？やっぱりそこは、今までコラボしてきた人とか、もうもちろん、いっぱいやっていきたいなって思うし、最近ちょっとね、もうそれぞれみんな忙しそう、バタバタした感じになっとるけん、ちょっとあんまりコラボの話とかは出てないんやけど、まあ、また、ね、くるみんなり、めぐちゃんなり、ピッコーちゃんなり、コラボできたらいいなと思います。声かけてください。私も声かけます。以上です。アイナさん大好きです。ありがとう。もし何かに生まれ変わるとしたら、アイナさん何に生まれ変わりたいですか？私は、やっぱり、人間。もちろん、やっぱり、人間がいいです。ね。だってなんかね、植物とかに生まれて、なんか、もし、なんかでっかい木とかになって、樹齢千年とかなったらさ、千年間ずっとその場所におって、なんか佇んどかんといかんわけやん。人間の時とは考え方とか違うんかもしれんけど、でもやっぱり、人間で、しかも、日本人、日本に生まれたい。世界中のニュースとかさ、こう、毎日毎日見よったら、日本人ってすごい、平和ボケしとるなってぐらい平和やけん。うん。日本で。日本人に生まれたいです。あっちゃんの好きなお笑い芸人は誰ですか？最近のお笑い芸人じゃなくてもいいです。僕はココリコですね。好きなお笑い芸人。私基本的に、別になんかこう、なんて言うんやろ。ネタが面白ければ、普段の喋り、バラエティとかに出た時の喋りが面白くなくてもいいなって思うし、逆に、バラエティでの喋りが面白くって、面白かったらネタが面白くなくてもいいかなって思うタイプだけど、どこかしら面白ければ、ノンスタイルとか好きかな。ノンスタイル、あと、陣内智則とか、ああいう感じのネタ、なんて言うんやろ。コント？コントって言うんかな。そういうのが好きかもしれん。アイナさんは犬派ですか？それとも猫派ですか？これ逆の質問も来とったけど、同じ人かな。アイナさんは猫派ですか？それとも犬派ですかって質問も来とったんやけど、これは、両方です。私の、ま、ツイッターだとか、あとインスタとか見てもらったらわかるけど、私は、犬2匹飼ってて、で、猫も1匹飼ってるから、どっちも好きです。ミニチュアダックス2匹と、猫はね、保護猫だから、まあ、何の種類かわからんねんけど、可愛いよ。綺麗。サラッサラ、毛が。はい、集まれ動物の森実況ってしますか？それはもちろんするつもりです。まあ、それは、発売されるって決まる前？違う、発売日が決まる前。もうなんか、スイッチで新作が出ますってなった時点で、もう、それはする予定です。どんな感じになるんかね？やっぱ集まれ動物の森、集まれっていうぐらいやけん、通信が中心になるんかな？ってなったら、まあ、みんながね、ちょこちょこ言ってきてくれるみたいに、やっぱりコラボとかが中心になってくるんかなとも思うし、一人でどこまでできるんかがよくわからんね。みんなの予定が合うかどうかがわからんけん、基本的には一人で、たまにコラボっていう形に、まあ、今まで通りしたいなとは思っとるんやけど、くしゃみをして鼻からうどんが出たことありますか？ないです。
ないです。そんなことは一回もないね。でも、アスムに、こんなことあるって聞いたら、アスムはあるらしい。余計な情報。みぞれです。最近暑くなってきたので思い切って全身の毛を買ってもらおうと思うんだけれど、どう思う？みぞれちゃんからの質問来た。みぞれちゃんからの質問来た。でもみぞれちゃんには、いや、暑いのはわかる。熱中症になられても困る。でもみぞれちゃんにはいつまでももふもふでいただきたいよね。でも現実の羊は、夏になったらカットされるけんね。どうなんやろ、カット版のみぞれちゃんも見たいけど。どんなんでもみぞれちゃんは好きです。アイナさんも質問箱始めたんですねって、ここで聞くレモン好きです。さっちゃんだね、わかるよ。レモン好きですって言ってくれる時点でわかるよ。そう、質問箱始めたの。はい、娘といつも楽しく YouTube 拝見してます。ありがとう。そう、なんかね、親子で見てくれる人とか兄弟姉妹で見てくれる人もおって結構嬉しいよね。ちっちゃい子も見てくれよんやと思って。ファミコンなどのレトロゲームもぜひ挑戦してみてください。ファミコンか。いや、確かに私、ま、今現在の、こうなんか、なんていうんやろ、グラフィックがめちゃくちゃ綺麗なゲームの世界とかも好きやけど、個人的には、何やった?個人的にはね、そう、アンダーテールみたいな、ああいうドット絵のゲームっていうのはめちゃくちゃ好き。めちゃくちゃ好きやけん、レトロゲームとかもやっていきたいなぁとは思ってはおる。そう、そうなんよ。私、ありの課長の番組とか、すごい好きで見よったんやけど、ああいう感じでね、なんか、ちょっと、挑戦したいとは思うんやけど、でも昔のゲームってさ、こう、難しいやん。ありの課長もこう、一日がかりでやったりとか、やけん、ちょっとなかなか、時間の都合がつかんかなぁと、でも、いつかやってみたいと思います。アイナさんはコナン好きですか？今ね、なんかこう、リアルタイムで放送されるアニメを見たりとか、あと映画を、上映されうる期間中に見に行ったりとかすることがないけん、そう、最新情報とかは全く知らんのやけど、コンビニとかで発売されとる、内容をギュってまとめた感じのさ、ちょっとなんか、でっかい本みたいなのあるやん。ああいうのは、販売されてるコナンは全部読んでる。今のところ全部読んでる。今一番行ってみたい場所は、なんかこう、年々と、年を重ねていくにつれて、なんかいろんな欲がね、ちょっとこう、減っていきようんやけどね。減っていきようんやけどね。でも、こう、私が何回も、ライブ配信中に言いよる通り、47都道府県、すべてを、この生きとる間には回りたいって思いよるけん、そう、今まで行ったことないところは全部行ってみたい。けど、どこかな？北海道とか沖縄とか行きたいかな？やっぱこう、観光地っていうイメージで行ったことない場所ってなったら、そんなとこかなって思うけん、その辺行きたい。あゆなさんは古いゲーム、64ゲームボーイ、ゲームキューブなどもやっていますか？また今後実況する予定とかはございますか？今現在っていう話ならやってない。小さい頃とかはやりよった。けど、今後実況する予定ね、一応バーチャルコンソールとかで、あっとるよね、言葉。とかで、多分、いろいろとね、ここ最近のゲーム機とかで、昔のゲームができるようになったりとかしとると思うけん、そういうのでちょっとやってみたいなっていうのを思っとるし、あとゲームキューブの動物の森、どれやっけ、町へ行こうよ、動物の森やったかな、あれやったことなくって、ちょっとすごい興味があるけんやってみたいなって思うんやけど、今のところこう機械とかソフトが手に入ってないけん、手に入ったらぜひやってみたいと思います。ファミマで一番おすすめの品は、またおすすめしたくない品は、これはもう思いっきり私の個人的な感想でもって、私はめちゃくちゃ味覚が偏っとるというかお子ちゃまな味覚なんやけど、一番おすすめの品ってなんやろ。でもやっぱりファミマでってなっとるけん、あれよね、
ファミマのオリジナル商品っていうか、そのスーパーとかで売り寄るようなやつじゃなくってってことよね。それならやっぱりファミチキ？ファミチキ美味しいよ。いつ食べても美味しいよ。でもなんか、やっぱ時間が経ちすぎたらしなしなになってきたりとかするけん、出来たてが美味しい。いや、できてから10分ぐらい経ってからかな。出来たてすぎてもなんか熱くて、味覚が。で、おすすめしたくないしなは、私前までデザートの、何やっけ、チーズタルトがめちゃくちゃ好きやったんやけど、あれか、サークル系の時に、チーズタルトがめちゃくちゃ好きやって、で、ファミマになって、その商品、微妙に改良が加わったりとか、にしたんやけど、ファミマになってからのチーズタルトは好きじゃないです。なんか、違う。サークル系であんなに人気あったチーズタルト、変わってしまったなと思って、最近別にそんな売れてないなとも思うし、個人的にね。個人的に。現在持っているリップの数は、これね、この質問も何個かあったんよね。そう、私がたびたびリップがすごい好き、リップ集めとるっていう話をしたけんなんやけど、多分前に、わちゃってこう、ツイッター上とかに写真であげた時は、どれぐらいやったんやろ ?20 本ぐらいやったんかな。これ、そう、質問箱で質問を確認してすぐに数えたんやけど、56本ありました。56本ありました。やばくない?めっちゃ増えたよ。なんなら私この質問コーナーの動画を撮り寄る前の日に2本追加で買ってきたけんね。もうほんと、リップが好きで好きで、めっちゃ買ってしまう。ちなみに、私が前の日に買ってきたやつは、何やったっけ?ロートのリップザカラーやったかな?橋本環奈ちゃんが CM しよるやつ。それの、シャイニーレッド?ちょっと色名が曖昧やけど。それと、あと、エテュセのクレヨンリップのピンクの1番買ってきました。めっちゃ可愛い。エテュセのやつめっちゃ可愛いけん、ほんと買って。買って、可愛いよ、使って。色めっちゃ可愛いけん。はい、あゆなチャンネルさん、はじめまして。質問失礼します。トモコレ実況はいつから始めてますか?トモコレ実況、いつからなんやろ?結構ね、多分、今、シーズン2というか、メンバーが2代目みたいな感じなんやけど、今の方に入ってからが多分めっちゃ長いけん、全部合わせたら、3年半ぐらい?で、YouTube 投稿はいつも何時から始めてますか?これどういうことなんやろ?撮影ってこと?投稿ってこと?とりあえず、YouTube 投稿しよるのは、私じゃなくって、弟のアスムやから、アスムが編集終わり次第、あげよるっていう感じ。時間とか決まっとんかな?多分決まってね、間に合わんときは普通に間に合ってない。だいたい時間は決めとると思うけど、バラバラやと思う、時間は。でもって、もう、2年も3年も前に、私が撮影した動画とかも、アスムもやる気が出なかったりとか、そういうやつは全然編集されずに、未だに、お蔵入りというかなんていうか、そういう状況で眠っとったりとかするけん。一応データは取ってあるけん、気分が乗れば出すんかもしれんけど。で、マリオオデッセイ、前にあげよったと思うんやけど、マリオオデッセイも、実はクリアしてます、ちゃんと。バンバンあげよった時期に、ちゃんと、すっとクリアしとんやけど、編集をしてくれてなくって、全然上がらないから、マリオデッセイはもうやめたんですかとか、クリアまだですよねみたいな、言われたりとかするけど、私はクリアしてます。私はクリアしてます。あとは、アスムが出すか出さないか、それ次第です。そう、撮影したけど、1話も出してないゲームとかも、あるけん。それが何かは言わないけれども、今後出るかもしれんし。そう、撮影したまんま、そのまんまのやつもある。で、ちなみに、ここ最近あげうる、もう空気読みも、実はあれ多分、いつやったんかな?去年?か、そこらに撮影したやつ、やったんやけど、お蔵入りになっとって、で、最近、なんかリクエストで、空気読みの実況してほしいっていうリクエストがあったけん、あ、需要あるんやなと思って、アスムが急遽、編集してあげました。
っていう感じ。で、まあ、投稿自体はそんな感じで、撮影しよる時間とかは、基本的に、私がバイトが週休2日やから、そのバイトが休みの日は、ほぼ1日撮影しよる感じかな。そんな感じです。ともこれのアスムくんの QR コード読み取りたいので作ってください。よろしくです。あ、もう、それは、ちゃんと、あれやね。ともこれの、私いつも、ともこれの動画の中に私の QR コードを出てると思うんやけど、そこに、あ、同じように、アスムの QR コードも出しておきます。見てください。コンビニとかにある練乳マシマシのアイス、美味しいので、ぜひ食べてみてください。練乳マシマシのアイス？何それ何それ、全然知らんねえけど。私の頭の中には今パッと白熊が思い浮かんだ。最近ね、白熊のイチゴのやつが出たけん、それをちょっと食べたいなって思うよね。普通の白熊はちょっと、小豆が入っとって食べれんけん、私。これ質問って感じなんですけど、アイナさん YouTube でゲーム実況以外をやる予定はないですか？音フェチをやってほしいです。一応今までも、実写動画とかは何個も上げとるんやけど、基本的にはゲーム実況が中心ではある。けどどうなんかな？そのうち、同じぐらいの頻度で実写も上げていきたいなとは思いつつ、ネタがね、ネタとお金がね、音フェチをやったし、この音フェチっていうのが、なんか流行っとるっていうのは、知っとるし、周りの実況者さんの中にも、音フェチ動画を上げうる人はおるんやけど、なんだよ、音フェチとは。なんなんやろうな。なんか私にこう、理解が追いつかなくって、咀嚼音とか苦手やし、どんな音フェチがいい？あれやん、咀嚼音って苦手な人は本当に苦手やけんさ、なんか微妙やなって思ってしまうし、何がいいかな？わからん。プレイしてほしいゲームをリクエストすれば実況プレイしてくれますか？言った通り、何やったっけ？空気読みとかはもともと映しとって、あ、でもこのゲームどうなんやろってなって、お蔵入りになっとって、最近やってほしいですってきたけん、あ、需要あったわって出したみたいな感じのことはあるし、あと、僕もの？今やりよるドラえもんじゃなくって、ちょっと前にやりよった、二つの村のやつ。あれも、リクエストされて始めたりとかはしたんやけど、まあ、でも、リクエストの数が多いやつとかは、まあ、始めるかもしれない。かな？いつも陰ながら応援させていただいております。これからも頑張ってください。ありがとう。全然陰ながらじゃなくてもいいよ。どんどんコメントして、リプも送って。仲のいい相手が急に迷惑をかけたくないからと、関わりを断つ宣言をして、去ろうとしたらどうします？ん？これはなんか結構深刻な感じの。でも、どうなんやろ？私は、別にその子がさ、周りから、ま、どういう理由かわからんけど、その子が周りからこう、いじめられとったりだとか、なんかすごい嫌われとったりとかしても、自分が嫌いじゃない限りその子から離れようと思ったことはないし、そもそも仲がいい相手と関わりを断とうと思ったことが一回もこの人生でない。ない。周りの意見にも流されんし、そういう方向では。わからんね。まあ、こう、私が今まで経験したことがない。こう、その仲のいい相手が、殺人をこれから犯すとか、もうすでに犯してしまって、こういうことを言ってきたとかやったら、どう対処していいかはちょっとよくわからんけど、そういう感じかな。そこまでとかじゃなかったら、全然、いや、立たなくていいんじゃないってなる。なんで夜中に飯テロするの？私は基本的に、まあ、夜バイトに入ってるけん、そのバイトの休憩が夜中にあるけん、そこでお腹が空いてご飯食べたりとか、お菓子食べたりするけん、必然的に飯テロが夜中になります。最近のマイブームはありますか？最近のマイブーム？マイブーム？マイブーム？うるさいね。マイブーム何かな？でもなんか、前々から私お寿司がすごい好きっていうのはいいんやけど、ここ最近さらに
なんかこう、海鮮系のものを食べることが増えてきたような気はする。海鮮ブームかな。一年中海鮮ブームな気はするけど、そんな感じです。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。一応なんかこう、似たような質問とか、いろいろあった分は、こう、ギュッと同じ質問を一つにまとめて答えさせてもらったりとか、あとはまあめちゃくちゃ個人的な質問とか、めちゃくちゃプライベートな個人情報とかを聞いてくるような質問には答えてなかったりとか、と、聞いてる人が不快になりそうな質問とかにも答えてないけど、大体は答えれたんじゃないかなと思います。で、これからも引き続き質問箱の方は募集続けるし、ツイッター上での、この、返信とかはまあ、基本的には、質問箱ね。質問箱の返信とかは基本的には1000件。多分、私の質問箱を開いても、回答率、めっちゃ低いか、ゼロとか、やと思うけど、こうやって、定期的に、質問が溜まってきたら、また動画で、質問コーナーをやっていきたいと思うので、どしどし質問を送ってくださいまし。ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。質問コーナーね。ここまでやってきて、初めてやってけん。まあ、でもライブ配信で結構質問に答えるような気はするけど、なんかちょっと新鮮な感じするね。